どうも下谷くんです。みんな生きてるかい。さあ今回は久々だね、12月以来なんだけど EV のリセール調査をしてみようと思います。いやー目をつぶってたよ下谷くんは。ただね EV してもねもうたくさん種類あって、しかもね台数が少ないっていう意味ではね正確なリセールが出づらいんだけど、まあリーフとサクラだけは別物だよね。台数が出てるから正確な平均が出やすいっていうことでいくよ。今回は日産サクラ怪しい中古車 EV リセール in 6月をやっていきますよ。いやーなぜサクラかというと下井くん持ってるからだね。 X グレードのオプション45万モリモリバージョンね。今だとねこのバリエーションで買うと G グレードより高くなるからね。しかも G グレードより機能劣るっていうね。シートヒーターもついてないし、いやなんでそんなの買ったのって言われたらもうね、下井くんはね YouTuber として一番先に手に入れるのが大事だと思ったんで、ディーラー割り当ての一番最初に来るやつをもらいました、いただきました。それが X の全部盛りバージョンだったね。まあそれでカラーが選べたんで、カラーは暁サンライズカッパー茶色ねを選びました。まあそれでねいろいろ動画出してたんだけど、やっぱりね気になるよね。リセールで車買うわけじゃないって言うんだけどね、下井くんいろいろね S6 とか FL5 とかプリウスアルファードのね動画出して、ああ大暴落だって言ってた下井くんだけど、自分の車どうなのって話だよねって思ってみたら、はいお安くなってました。半年前はねまあまあ普通かなと思ったんだけど、今となったらやばいっていうのを見ていきましょう。まあ、ちなみにサクラは今月にマイナーチェンジが行われましたとか、マイナーチェンジとか、まあ、単純に一部改良で X と S は自動防言付きのモニター付きのルームミラーを採用したのと、 G グレードは助手席にもシートヒーターを装備ということで、まあ、結構ねアップしたよね。まあ正直ねシートヒーター使わないけどね、下井くん X つけてないけど、密封性が高いんでねすぐ冷えるしすぐ熱くなるんだよね。まあ、それが特徴で、お値段もほんのりアップしてるかな、まあ、4万円ぐらいアップだね。4万円アップ、まあ上がる方向に行ってほしくなかったけどね、今ねリチウムイオン電池安くなってるからね。まあそれでもね円安で価格材料原材料が高くなってるから、まあしゃあないね。はい、新色が追加されてこれだね、シルキーライラックとチタニウムグレーのツートンだね。あーなんか微妙な色だな。まあこれが新色でなんかがなくなったはずなんだけど、まあ気のせいかな。アイカーセンサーさんいつもお世話になっております。6月の26日調べでなんと723台、 S660 全然多いからね。いやサクラドスター補助金っていうのがあって、それ4年縛りだからね、それ55万円のうち、まあいくらかね割合は違うけど、返却する手間も考えてそんなに速攻売る人いるって感じ。もうこれはね企業が1、2年で手放してる、まあ、入れ替えしてるっていうことになるのかな。まあ、これから紹介するオークション価格の下落はおそらくねホンダの、はい、N 番 E のせいにもちょっと被ってるような気がするんだよね。発表があってからまた下落してるような気がする。これはね、まあ、バッテリーがね約 30kW 積んでんだよね、サクラ20。この差はちょっとでかいね。あとねユーティリティもね全然こっちの方が上。もちろんね車としての性能や質感はサクラの方が全然上なんだけど、欲しいものが全部入ってんだよねこいつには。特にねアウトドアでねサクラはね全然無理よね、 20kW じゃ。これね 30kW あるんでね、 10kW 分ぐらいでなんか家事の家電を使ったりすることもできるし、商用車だから値段が下がりにくいなって下井くんは睨んでる。高速距離240キロ、250キロはでかい。サクラの180キロはちょっと悲しいね。まあそのせいかもしれない。これからやっぱねサクラはね古くなるなっていうのがもう見えちゃうもんね、これだとね。前置き長くなりましたけど、いきますよリセール相場。今回のオークション相場は2024年の5月初旬から末までのデータになるんで、もうちょっと1ヶ月遅れだけど、まあ一応参考にはしてくださいね。現在進行形で下がってるか上がってるかは実はわからない。で G グレードと X グレードのカタログモデルしかやりません。 S とかはまあ商用バージョンなんでやらないです。あとね特別車もねまだ出てないんでないです。それと集計は全部状態5のみの集計しますね。一番綺麗な状態のやつを集計します。4とか3っていうのはもう相当状態が悪い。まだね新しい車でね3、4っていうのはすごいなと思うでしょう。あと1が修復歴ありってやつがあるんだけど、とにかくそれがね多いんですよ。サクラはめちゃめちゃ多い。衝突安全とかなんとかどうしたってぐらい修復歴ありが多いのよ。
それがサクラの特徴つか多分一般的なね軽自動車の特徴なのかもしれない。まあそれだけやっぱね車の運転に自信がない人が乗るっていうことだろうな。でそれに安全サポートがやっぱ追いついてない。全方位サポートしたとしてもやっぱ横のぶつかりとかはもうどうにもならんとかね。はい、ではいきますよ。2022年の G グレード、一番上のグレードから8台出てました。平均走行距離が4300キロ、ね、少ないよね。いや2年のうちで4300キロっていうのはまあだからサクラが近距離しか走らないよっていうのが分かるね。平均状態はさっきも言ったように5だけです。はい、平均落札が1536,250円の消費税込みリセールね。これ消費税込みっていうのは業者オークションに出した場合はこの図のように買い主はオークション会場に 10% の消費税を支払ってその 10% 消費税が売り主に戻ってくるっていう意味では、まあ、手元に入るお金でリセールに換算しましょうってことで消費税込みリセールが衝撃の 57.5%。 うおちょっともうすでにね落札価格で分かってると思うんだけど、いや 57.5 ってこれ消費税込みだからね。いや落札価格見て150万円だよ。2022年モデルはもうほぼ300万、294万なんだけどほぼ300万、ということはもうざっくり半額になってんのよ。恐ろしすぎないこれ。ちなみに先月が150万5380円だったのでプラスの3866円です。おっとプラスです。2022年 G グレードプラスなんだね。大暴落してる割にはプラスなら嬉しいよ、久井くんはね。これね、EV じゃないガソリン車のデイズ同じだからね。デイズはいくらなのって思うでしょ。2022年のハイウェスター G ターボ見てみましょうか。ちなみに183万円だね。なかなかいい値段だよね。まあ、さくらも東京だったらね、200万円の前半で買えるからね。まあ、そうなるとちょっと高い気もするけど、どうなの？ちょっと今画面は出せないけど、ハイウェスターの G ターボ2022年、すごく綺麗な5ね。それが、110万円で落札されてますね。全く同じ条件と思っていいでしょう。7000キロ走ってます。ということは消費税込みリセールが 65% なんですよね。まあなんか安い気がするけどね。はい、ということでさくらはその下を行く 57.5% なんですよね。これがショックだね、下井くんはもうね。やばいね。まあただ皆さん安心してください。皆さん補助金っていうのもらってますよね、国からね。もちろん地方自治体からもらってる。下井くん東京だからね、総合計100万円なんだよね。まあなんか本当に自分でもらってなんだけど、ちょっと東京不公平すぎない？東京のせいでさくらのリセールバリューが下がってると言っても過言じゃないから、本当もらってない方には申し訳ないと感じがする。国からの補助金55万円ね、皆さんがもらってるであろう55万円をもとに、もしこの55万円を加味した場合の空想リセールはいくらかというと、70.7%。 おっとデイズをちょっと超えました。一応 70% 台です。今売らなきゃね、これから下がるかどうかは別として、現時点では 70.7% ですよって、なんか低いなやっぱな。そしてここで売ってる方はもしね補助金を申請してる場合は補助金返してください。2022年の場合は2通りあるんだよね。本予算で補助金をもらった人と補正予算でもらった人では違います。現在はね補正予算で計算しているやり方がもう主流になってます。まあ、月割りね、単純に。2022年本予算もらった人はこの表のように新車の総額でどれぐらい補助金が割合があるかっていう計算をして、売却額にその補助金の比率分返す、まあ、つまりリセールが例えば50% だとしたら55万円の半額を返してくださいみたいなイメージ。いつ売ってもね。補正予算の場合は例えば2年乗ったとしたら、まあ、4年縛りのうちの2年なんで半分返してくださいっていうことで、どんなに高く売れようとどんなに安く売れようとも一応ね加減っていうのはあるらしいんだけど、一応半額返してください2年はねっていう感じ。まあその計算が一番やりやすいんだよね。もうね2年経っちゃってますからね。本予算の人はね3年後にねさくら売ろうとして、もし何か間違って 80% のリセールが出たとしたら、その 80% の金額分を返さないといけないんだよね。補正予算の人は3年経ったらあと1年残り1年なんで55万の 0.25 分返してくださいっていうね。いやーこの不公平さ、本当に EV って全体が不公平でできてるね。何なんだこの不公平さ。はい、じゃあちなみにこの G グレード2022年モデル一体ねこれいくらで今売られてるのか見てみましょうね。ということでカーセンサーを見ていきましょう。
下谷くんカーズという架空の中古車を装って業者オークションに落札したとして、それをカーセンサーに載せたら一体どの位置に掲載されるかなということでいきますよ。はい、下谷くんカーズは153万6250円で落札したんで、はい、落札した方は 10% の消費税をオークション会場に支払います。まあ、これが売り主に戻ってくるやつね。168万9875円になります。はい、これにオークションの消費用とか、まあ、陸送代もろもろ多分6、7万かかるよね、軽自動車だと。下谷くんね、詳しくないんでうやむやにさせていただきますよ。で、利益なんですけど、この価格帯だと 15% か 20% の間を取るんじゃないかなと予想します。ということで下谷くんカードは 15% いただきますんで194万3356円になりますね。はい、2022年に絞ると修復歴ありを除いて113台ありますね。本体価格の安い順に並んでますね。っていうことで一番最初が 141.9 万円。めっちゃ安いの、ジアフター来たよ、ジアフター S660 じゃ飽き足らず、ここでもトップか。これ 3000 キロ走ってる。総額 149.8 万円、150万円。今新車でサクラをね、東京で買った場合でも100万円をここマイナスすると200万円ぐらいかかっちゃうね。もっとかかるかな、総額だと220万とかかかるかもしれない。220万だけど買うときはちゃんとお金用意しなきゃいけないからね、320万ね。それ考えたらこれ149万円めっちゃ安くないですか。これ見え、即買いのレベルですよこれ。いや落ちたなさくら、お前。いやこんだけ安いの一体いくらで仕入れたの、ちょっと逆算してみよっか、意地悪計算。はい、なんと117万2000円。117万円で落札をして、そこに消費税を払うって形だけどね。いや全然もう価格違うやん。いやもう40万ぐらい安く仕入れてるんですよこれ。どういうルートなのって言いたい常に。まあだからこれはね、現金で買えないとかそういう縛りがあると思う。車屋だってね、商売なんだから赤字になって配るなんてことしないからね。絶対儲ける仕組みがないとおかしい。それ教えて。はい、2番目もジアフター 149.7 万円で似たようなもんだけどね。この価格の下落がすごいね。76日が約2ヶ月以上。そのグラフがこの下落。怖すぎんだろ、おい。はい、3番目。163.9 万円、ちょっと上がったね。下役の194万円よりも全く安い。もう皆さん買ってくださいってぐらい。はい、4番目が168万円。これはね、掲載1日目だから本当にこれが生の価格ですよ。生価格。日産だしね。日産いくらで買い取ったのって話だもんね。120万とかで買い取ってんですよこれ。ラストかな、171万円ですね。ベスト5はさすがに安すぎるね。まあさくら乗りたい人はもうね、こういうの狙った方が絶対お得ですよ。何年縛りって縛りもなくなるしね。もう絶対こっち買った方がいいですよ。はい、じゃあ中央値見てみましょうね。はい、中央値は 195.8 万円ですね。まあこれはもう下谷くんの価格とほぼ一緒というか、ちょっと高いね。ということはね、ほぼねオークション価格と一緒だね、中央値を見ると。ということは今カーセンサーに乗ってるさくら、まあ買ってもいいんじゃないですか。オークション価格とそんな変わりないし、もちろんオークションのねリセール見たら分かるよね、 50% 台だから。ということはね、東京都の100万円もらえる補助金よりもお得に買える。軽自動車としてこんな上質な車ないですからね。近距離しか乗らない人はもう絶対さくら一択でいいんじゃないですか。役に立たないかもしれないけど安全装備もりもりだし。はい、で23年の G グレード、2024年の G グレードはありませんでした。はい、次2022年の X グレード、まあ下谷くんが買ったやつね。まあただこの X グレードっていうのはオプションによって、さっきも言ったんだけど40万から50万違うんだよね。下谷くんはセットオプションみたいなやつだったんで45万円のオプションね。アダプティブ LED ヘッドライトと日産コネクト系のモニターがついてるやつ、なんちゃって G グレード状態になってるやつなんだけど、それとね何もつけない格安のやつを比べるとね50万ぐらいの差が出るのよ。まあそういった意味では X グレードってね平均が出しづらい。なので参考までに見てください。ただしね、さくらは X グレードの方が台数が多いよ。後で表を見てもらうね。2022年8台出ておりました。平均走行距離が4100キロの平均落札が131万円。安いな、131万円ですか。これ販売にかけたらいくらになるのってぐらい安いな。はい、消費税込みリセールが 60.1% です。まあさっきよりはマシだね。はい、ちなみに先月が141万4736円だったのでマイナス10万4076円です。ちょっと1ヶ月で10万はやめてくれよさくらから。もうこれ以上取らないでくれよ、こいつ下げやがったな。まあこれはたまたまオプションの差があるかもしれないけど、ちょっと勘弁してくれ。
はい、次23年の X グレードが値段こっからね新車価格10万円アップしますからね、謎の値上げ。それが8台出てまして、平均走行距離が2100キロ、全然走ってね、はい、平均落札が135万1250円の消費税込みリセールが 58.3%。 なぜか落ちてる1年落ち。まあこれはだから本当オプションの差でぐるぐる変わるからね、金額がね。ちなみに先月が139万2631円だったのでマイナス 41,381 円ですね。あ、5万近く落ちてるか、落ちてるな。はい、それではさくらの G グレード限定のオークションの落札価格の推移を見ていただきますね。 G グレードはねオプションにそんなに左右されないんでね、まあ、すごく分かりやすく平均が出ると思います。一番下が100万円の表になっておりますんでね、まずは2022年からスタートするね、これね。はい、レッツゴー。はい、2022年がねずっと下がっていって、はい、23年も出てきて、はい、ストップ、早いな。ということで見てもらう通り見事な右肩下がり、やばいね。前回調べたのは12月なのよね、この12月のライン。こっからまだ下がってますからね、恐ろしいよ。2022年モデルだけ見るとこんな感じで、もうね上がってはいる時もあるけど、もうほぼね下げ圧力に負ける。これやっぱり EV に今逆風が吹きすぎてるね、日本は特にね逆風がすごい。もうね EV 乗ったらねやめられないぐらい、ね、楽なんだよね。ただね楽はね正義かって言われたらそうでもないんだよね。楽すぎてね乗らなくなる、何なんだろうこれ。楽だしすごい便利にはなるんだけど魅力がすごいなくなったっていうのが、やっぱガソリン車に戻りたくなる気持ちもわかる。でガソリン車に乗ってもまた EV の方がいいなってなる可能性はあるよね。まあその繰り返しだと思う。2023年のねモデルがこんな感じ。全然2022年と価格変わらずほんのり高いぐらいで、2024年がまだ出てないですね。まあそこはね真面目だね。なんか他の車種はもう得意出てんだけどね。それではさくらの落札の台数を見ていただきますと、こういう形で今月ここねめっちゃ少ないね。だから暴落した時は特に出たんで3月、まあ、大体中古車がでねめちゃめちゃ多く出るのは3月って言われてるんだけど、やっぱね商用車っていうか車用車にされてたのかな、3月に多いっていうのはね。だから暴落したね、ここで大量に出たからね。この大量に出したやつマジで首絞めたい。この赤色系統が G グレード、この青色系統が X グレード。3月は別として他の月見ると青色の方がねちょっと多いんだよね。まあということはね X グレードの方が世に出回ってる、まあ安いからね、お安く買うには X グレード、何もつけなきゃ安い。はい、ということで桜やってきました。皆さんいかがでしたか。ちょっとショック、本当見たくなかったんだ、知ってたんだよ。なんせカーセンサーに大量に出たの知ってたからね。どっかの企業桜を見限ったわけで、でも大崩れだったら EK クロスどうなんだって言ったらもう一緒です。 EK クロスもほぼ一緒、ほんのりね EK クロスの方が安いけど、これはね台数が少ないから一概にそう言えない、ものによって違います。まあ、EK クロス EV も一緒だと思っちゃっていいです。もう落札価格に至って本気でね2年で半額だからね。落札価格っていうのはまあ要は業者オークションに出すっていう意味だから、まあそこにね諸費用とか、まあ代行業者に頼んだらねそれは手数料かかるから、もう当然ねもっと下がるよね、半額以下 笑うよね。2年で半額以下なんて、そんな車もちょっと乗ってられませんよ、下井くんはっていうぐらいちょっとがっかり。本当にさくらいい車なんだよ、めっちゃいい車、不満なんもないの、ただ距離が走れねえってだけ。もしホンダの N 版 E ぐらいあったらもっと売れただろう、でもっとモアモアってなるよね、もっと欲しい。だからまあやっぱ 35kW ぐらいのバッテリーは常に積んでてほしいね、まあ、そんな感じ。いつもね下井くんね大暴落って言って大興奮してたけど、まさかさくらが大暴落してたとはね。半額はもうおすすめできません、下井くん。ということで4年後が怖いよ、4年後売るときが怖い。もう売るの決まってるから、下井くんは4年後、それはもう計画入れてますんでね。ということでね、さくらまた動きがあったらやりますよ。他の EV もね動きがあったときやります。とにかく他の EV は台数が少なくてね平均出しづらいんで、あんまりねやる価値がないんだよね今のところね。ということでチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。下井くんでした。じゃあねー。